しょんぼりしてる。不眠？妙だね。君んちのベランダガーデン、安眠効果の高いハーブが植わってるのに。リラックス効果、加湿効果、空気清浄効果、個々の組み合わせで様々な効き目が。それでも効果があるようにしてある。どんな隙間からでも室内に入り込んで、わずかな量でも中の人間に隠し、良いハーブも植えてある。ノー。乾かして噛まなきゃ平気。いけないサボテンとか、おやばい朝顔とかあるけど、朝顔ってどれもやばいよね。オリジナルブレンド、ここ大事。あくまで計算されたハーブ同士のコンビネーション効果が肝なんだから。世界にたった一つ、コタロウくんのためだけのガーデンです。また最近いろいろ新しいの仕入れた。今度いろいろ持っていくね。効能に希望とかある？不安解消から鎮痛効果まで何でもござれだよ。ないよ。どうして？霊？霊ブーム？太郎くん、そういう不思議な話好きだよね。 UFO とか超能力とか未発見生物とかさ。遭遇したの？その手形ってのは。プロのまじない師とかに頼るのはどう？わからん。でも魔女さんだったら何かわかるの。でもまだ連絡来てないよね。手伝う？オッケー、今のうちにおトイレ。知れませんが、なぜ今。どっちでもいいです。
嫌です。あれ。I'm home. 私は家です。私はホメです。わあ。失礼な。ホメさんと一緒に。じゃあいいです。奇遇だな。誰がてめえのために席なんざ取るか。話しかけんじゃねえ。飯がまず。うぜえ。誰が心の友だ。とっととうせろ。飯。
何の真似だ。ふざけるな。誰がてめえの、どうせ毒物か何かでてめえの企みなど。知るか、お前の施しなぞ死んでも受けんわ。勝負だと。その手には乗るか。どうせ毒の混じってない部分があって、てめえの手口なんざ。なんでお前、パフェ一つ食う？なら死ね。白状しやがれ。下剤か、ヒ素か。何かよ。食事中にまじまじと顔を見られるのは不愉快だ。あっちを見。私がパフェを食べていると、
私がパフェを食べてるのが そんなにも滑稽か。私がパフェを食べてるとそんなバカなと思われるほど。面汚しめ、てめえはそのまま這いつくばって死ね。普通の女子では絶対無理な大辛カレーをあっさり完食してみせた。俺が知るか、女の秘密に立ち入らないのが男。あばよ変態、黙ってな。
何なんですか、さっきからその間は。うん、まあいいです。やっぱりいいです。じゃあね、コタさん。ちょっとね。いちいち解説なんていりません。すぐ挨拶するんですから。うん、大鳥さん。さようなら。
じゃあちーちゃんに町のそうです。昨日もコタロウがそう言ってます。ところでコタロウさん、コタロウって呼ばれてる？ほっ、うん、じゃあ二人で行ってくること。じゃあね、じいちゃん。あ、はい。やっぱり
り。はい。いや、そこまで普通。
です。夏は暑いし冬は寒いですから。反対はありません。どうしてそんなこと聞くんですか？理由は引っ越すのにちょうど良かったからです。自由です。親の仕事はありません。いませんから。そういう意味じゃ確かに私は自由ですね。テンション下がるんですか？聞くのは普通なんですよね。だったら普通です。私には普通です。知りませんが、私には普通なんですから。その…どんまい？なんですか、その呆れ気味な声は。
サンデーだから何なんですか？全く答えになってないように聞こえ。コタローは変ですね。小太郎のせいで今日はろくな目に遭いませんでした。どなたですか？どうでもいいです。お腹すきましたね。しょうがないので、家に帰るまで。もう、すぐ近くです。いえ、それなりに楽しかったです。いえ、その…特にどこってわけじゃないです。あなたの後ろには二度と乗りたくありません。ああ、もう、やっぱり楽しいことなんて何もなかった気がしてきました。そうって、時間もったいないので。だからそういうところが。
Thank you.
ようこそジプシー、我が神秘の部屋に。お前が天王寺小太郎ね。お前の探していたのが私よ。人はそう呼んでいるらしいわね。あまり驚かないわね。これだけ演出してやったのに。つまらないわね。私の美醜などどうでもよきこと。それより、お前のことよ、天王寺。何？
そうよ、千里茜、三年生よ。そちらの状況は概ね把握しているわ。異常な事件は好きよ。それがどのようなものであろうとも。調べたのね。鍵まで壊して、よほど確信がなければできることじゃないわね。いいわよ。すでに自宅に請求書を郵送したから、速やかに振り込んでくれる？修理代と慰謝料だけよ。まあ、本題に入りましょうか。お座りなさいな。え？これ FPS よ。二次対戦ものか、現代戦ものが好みね。遊びながらでも会話くらいできるわ。恩芸でアメコウがこちらの陣地にラッシュをかけてきたのよ。彼らはゲームでもまたこの国を占領したいようね。でもそんなことはさせないわ。見つけ次第射殺してやるつもりよ。アンケートは見たわ。結論から言うなら、お前すごヤバよ。事実、今時の女子なのよ。言ったこと自体は事実だもん。例に異次元と来てるわけだから、このままじゃ明日あたり UFO が来てしまうのじゃない？一つ忘れているわ。少なくともお前自身は超常現象の存在。大鍋をかき回してなければ魔女らしくないとでも？そういう誇張されたイメージをありがたがりたいのなら、そこらの拝み屋や風水師でも当たってみたらいかが？さぞやそれらしい神秘的演出を体験できるでしょうよ。姿やイメージが本質と剥離していることは珍しいことではない。魔術的視点とは、当事者の認識の奔放さによるところが大きいものよ。お前の心次第で、白いカーテンが霊にも見えれば、美にも昇華する。大半の心霊体験と称するものは、己が不明が引き起こした印象の誤認よ。あるいは、先入観念が乾いた物理現象に、摩訶不思議な拡大解釈を行ったに過ぎない。俗っぽいから、本物ではないだなどと考える船舶の輩はさぞかし自らを欺く術に長けているのでしょうね。で、私もお前の悩みを錯覚だと断定して追い返せば釣り合うのかしらね。結構男は素直でなければ。
さて、お前の体験したものが真の超常現象と決まったわけでは、いろいろあるのよ。ゴーストとか西洋妖怪と悪魔くらいには違うはず。とにかく例の被害についてはおいおい調べるとして、このアンケート問い、興味深い答えだけれど、これは真面目に答えたのかしら。素直な回答ではあると。そう、診断、経過観察。なら、お守りを授けましょう。世の中にあるほとんどのお守りは偽物よ。けれど、お前に授けるものは正真正銘。保証してよ。ただし経過観察も並行して行う。そのためには天王寺、お前にオカルト研究会に所属してもらうことになるわ。安心していいわ、別に拘束するつもりはないから。問題なくてよ、被験体の内面は問わない。これ入部用紙ね。必要な時に来てくれれば結構よ。それに天王寺、これはお前を救うためでもある。それを忘れないように。結構、オカルト研究会にようこそ。ここがお前にとって良き居場所となればいいわね。分かっているわ。最強の護身力を誇る神秘のパワーを引く猿魔術書から英知を受けて作られし者よ。これでいいか。大宇宙の強い魔力を秘めし、金星のアミレ、この護符で良いかという意味。生と死の狭間に挟まれている霊をね。形から入る人間は騙されやすいわよ。イエスよ。本当に形ばかり気にする男ね。なら大盤振る舞いよ。私はジャンルにはとらわれない女。お前にしても効果があればどの分野のアイテムだろうと、式神はお前を悪しき攻撃から守って、それで挟んでいったらいいじゃない。魔術的相乗効果が期待できるわね。探せばあるはずだけれど、金星パワーはそもそも恋愛祈願だってご存知？やっと気づいたの？
安心なさいな。そちらの式神は本物だから。部屋に置いておけばいいんじゃないかしら。早速今夜から試してみることね。ただし報告は欠かさないこと、それと拘束するつもりはないのだけれど、明日の会合には顔を出しなさい。明日なら普通に放課後で結構よ。返事は短く元気よく。天の着ね、お前。どっちにしろどうだっていいですけどね。Thank you.
くの。お話の時間が。で気持ちがいい。ん？今は就寝してない。ここは好きだ。平和で落ち着く。この町は人の声もいっぱいする。なんだか楽しい。前にいたところは。こんなにいろんな声は聞こえなかった。大人ばっかりで、若い人の声も、子供の声も、ほとんどしなかった。おじいちゃんの家。前のところは、鳥の声しかしなかった。ここは、鳥の声も人の声も、聞くのは楽しい。決して近づいたつもりなのに。あら、そう？そうかしら。あらあら、天の軸は現実主義者ね。
除名。そう、何かしら。あらあら、まあまあ、そんなことはないわよ。理由なんて後付けでいくらでも作れるもの。というわけで、廊下を歩いてたらしずるちゃんの後ろ姿を見つけたから、楽しくなってこっそり抱きつこうと思ったの。キャー、しずるちゃんゲット。今日一日分のしずるちゃん分も補給できたわ。しずるちゃんエナジー。西九条先生。あら、なーに？お姉ちゃんって呼んでいいのよ。呼ばない。授業が始まってしまう。しょんぼり。じゃあ、小太郎また。お姉さんならいい？よくない。しょんぼり。あ、しずるちゃんと仲良くね。しずるちゃん、そんなに引っ張らなくても行くわよ。うるせえ、黙れ。俺が何を食おうと勝手だ。俺は俺の、俺だけの道をついてくるな。死ぬぜ。お前に言う義務はねえ。最後の晩餐をカツカレーにしてようだな。俺に A 定食を食う権利はねえのか。おいてめえ、待ち。俺はカレーだぞ。辛さは中辛、福神漬けは大盛りだ。ふざけて辛くしてみろ。て
前の血をカレーにかけて食ってやる。列にちゃんと並べ。ずる込みは許さない。秩序は私が守る。気が乗らなかったり、体調が悪い時には弁当を作らず、学食に頼ることもある。はいりません。辛さは普通で。開いてますか？なに？誰だ？法を遵守できぬ者には正義の。わけわかんねえこと言って、それよりてめえ、今日の日、どうやら本気でぶっ殺されてみたいだな。
チン漬けも美味しい。バカはてめえだ。俺のカレーをどう。このカツカレー、カツがねえじゃねえかよ。はあ、さあ午後は早退して病院へ行け。うん、たまには学食のカレーも悪くないな。美味しかった。て、天王寺。そうだが、私がカレーを食べてると。私がカレーを食べるのが。失礼だ。全くもって失礼だ。女の敵、天王寺コタロウ。命に未練はないのだな。不潔不潔不潔、変態変態変態、バカバカ死んじゃえ、天王寺コウタロだわね。どうかして？いないわよ。オカルト研究会は限りなく幽霊部に近いの。我が部室のありさまを見て
ここがまともな研究会だと思えて。だとするなら、それはお前の現状認識能力について非常にかわいそうな評価を下すことになるわよ。書類の上では部員は定員を満たしているけれど、その通り。ああ、結果が出たのね。そう、効き目があったの。びっくりくりくりね。いえ、私ではないのよ。もともとここにあったもの、いわばゴミね。過去のオカ研のメンバーが入手したか作ったかしたのでしょうね。効果があってよかったじゃない。まさか本物だったとは思わなかったけれど、感謝なさいな、幸運を呼びし私。どういう現象なのかしら。不思議だわ。からくりは置いて、素直に結果を見ると、一日一枚本人に代わって呪いを引き受けてくれるということになるのかしら。なら、三枚あったから、あと二日はゆっくり休めるんじゃなくて？心配しないでも、二日もあるなら考えておくわよ。怪しいアイテムならいくらでもあるのだし。解決したも同然よ。報告は欠かさぬこと。していないわよ、活動だなんて。資質よ。一つ言っておくわ。まずこの物質のことだけど、みだりに人に話さないこと。大きな声では言えないけど、この物質あまり綺麗な経緯で用意されたものじゃないのよ。そうそう、教育委員会や PTA などの有力組織と縁やこらって何を言わせるの。舐めているの？お前。本当にわからないの？黒魔法。打てるわけがないでしょ？うつけ。仕方ないわね。黒魔術の信用、私のもとにはいろいろな筋からさまざま、多くは秘密の情報で、中にはそれが公表されることを良しとしない人もいる。例えばその人物が学校の職員だとしましょうか。私が秘密を知っていることを当事者に告げ、偉大なる司法の霊力が結集し、出席していない授業でも出席していたことに取り計らってくれるの。同様に、とある生徒と担任教師が隠れてみだらな行為をしたとしましょう。私は二人の行く末を星で占い、結果を担任のもとに届ける。する、担任は操り人形のように私の願いを聞き届けてくれるようになる。ある市議会議員が特定企業に便宜を図っていたとする。私がその情報をもとに魔術的に一本の電話をすると、あら不思議、みるみるうちに口座にお小遣いが振り込まれてくる。
このように魔術を操る者は世界を制することができると。あら、そう聞こえて。アレイスター・クローリー、ダイアン・フォーチュン・チュ。鋭いことは良いこと。その通り。彼らは神秘主義者。ここでは著名な魔術師として扱いましょう。まず、クローリーは魔術とは、意志に従い変化をもたらす技である。この人自身は立派に魔術的な行いにふけってはいたのだけれど、この言葉だけを見るならとてもシンプルだわ。つまり、すべての意図的な行為は魔術に属するという。そう。対してフォーチューンはこう、魔術とは意識を改革することであると。世界をより良くしたいと考えた者が政治家になる決意を抱き実現するのなら、それも魔術ということになるのね。その意味では私は魔術の信奉者よ。事実、火の玉を打ち出せた魔術師など現実には一人もいない。神秘主義なるものはやがては精神論と和解して高尚な意味付けを重ねるか、ドラッグなどを用いた。そうね、環境ホルモン説なんていかが。生態に影響を及ぼす物質は住宅建材にも含まれているそうね。そういったものがお前の精神に影響を与えていないとは言い切れない。そう突飛な説でもないでしょ。程よく合理的で程よくずさんで。思っていてよ、大半はそうじゃないかしら。まあ、その件はいいわ。しばらく様子を見ればはっきりするでしょう。問題を解決してあげるけれど、お前を私の観察対象とさせてもらうわ。生きた標本とでも理解してなさい。でもその結果、ことは明らかになるはずよ。お前が外界干渉者なのか、それとも自己改革者なのかだ。先人らの言葉を思い出しなさい。世界を変える方向の資質なのか、あるいは自己を強める性質なのか。今は気にしないでいいわよ。いずれわかる。きっと、おそらく、何もなければ、それはお前にとって望ましいことでもある。気にしないで結構。そういう方向性というのは、超常現象に対して否定的なこと？一応教えておくわよ。私は、旧オカルト研究会としての活動をそのまま引き継いでいるわけではないの。単に消滅寸前の研究会があったから申し受けただけ。もともとのここは真っ当な、というのは語弊があるけれど、オカルト、そういうことになるでしょうね。やれ魔法だ超能力だ宇宙人だと騒いで現実から逃避するような輩は嫌いね。この物質も個人的な施策にふけるために整えたものよ。私の魔術で得た資金や立場、人脈、そうしたもので変革を引き起こしたわけだから、先の話からすれば立派に魔術を実践しているのではなくて。懐疑的というより、大半が誤解や錯覚が元になっているという事実認識があるだけよ。
この世には解明されていない物理現象がたくさんあることは認めていてよ。当然。その時は悔しいから全部プラズマでしたって言い張るわ。認識が凝り固まってしまったのね。かわいそう。なら変質者説はいかが。変質者がお前を付け狙い窓枠に張り付いているのだわ。その気になればよじ登れる高さでしょ。お前の心の隙間、見事に埋めて差し上げてよ。テレビの怪奇現象特番があるでしょ。ああいう番組で根拠もなく、僕は例の存在は信じますねとかインタビューに答える大学生ほどアホに見える存在はいないと思うの。お前は何のために高等教育を受けに行ったのかと問いたくなるわ。知っていて、子供の平均知能指数が1高くなると相対での教育費は大幅に少なくできるのよ。逆にアホが増えると教育費はかさむようになるのね。調べる？うろんな話ね。そういうのは好きじゃないわ。けれど、そうね。お前がやりたいことがあるなら、勝手にやればいいわ。助言くらいはしてあげてよ。そんなものは信仰に近い。いわば、つきもの。未確認飛行物体は実在するでしょうが、その正体は異星人の円盤ではないということよ。思ったほど理知的でもないのかしら、Tennouji Kotaroo。あっそう。手品じゃない。手品よ。超魔術は手品。意気消沈？なぜそう執着するの？お前が超能力を。何気取ってるのよ。超能力があるという？面白い。やってみせなさいな。もし超常現象の実在を証明、100円あげる。3。要望はあるの？差し当たっては幽霊騒動をということに。結構。契約成立とい。時間と人生は等価交換。壊すまで止まらないの。コースまで止まらない。
ここは完全防音よ。なぜ私がお前ごときにおっぱいを触らせないといけないの？いいわよ。幽霊騒動とは別に、もし超常現象の実在を、どうせ不可能なのだから。そうなの？お前、そんな見ず知らずの人間と付き合うとか。好きになってから付き合えばいいじゃない。なるほど、そういう考えの持ち主であり、時間はまだあるのだし、天王寺、お前の思うことを試してみるがいいわ。別にその格言でも見ても死なないと思います。お昼だね。おや、コタローくんは今日はお弁当？それはいいね。じゃあ一緒にお昼しよう。うん。委員長のお弁当すごいんだよ。しかもあの人は将来いいお嫁さんになる。私んとこにお嫁に来てくれないかね。もらう気満々。ふふ。コタローくんのお弁当は？うわ、真っ赤っか。なんだかデンジャラスなお弁当だね。食べるの？死ぬの？なんか辛いことあったの？小鳥さんでよければ相談に乗るよ。あれま、言うね、アンさん。
私は食べないよ、そんな真っ赤っかなの。何その小瓶、また真っ赤っか。入浴剤にしたら痩せそうだね。その真っ赤なお弁当も調味料もどこの…違う、近寄らないようにする。私のお弁当箱に置い、味噌を詰めるの？うわ、それをハラペーニョの中、実はかなりの辛と、女の子のお皿なんか舐めるからだよ。そっちも噂になってるよ。事実なのかい、小太郎くんや。うわぁ、やっぱ事実なのか。私否定しちゃったよ。友達に謝らなくちゃいかんよ。私はそんなの食べないよ。何のことか、さっぱ私のお弁当を褒めてくれたのか。可愛くお弁当を作るのは好きなんだ。うん、うん、院長とおかず交換がしたいな。そういえって、気持ちは嬉しいが、うん、見てくれはいいが、味に自信がない。恥ずかしくてとても交換などできない。だから気持ちだけ。どうしよう。やはり黒幕はお前。お前は先日から何なんだ。太郎くんはきっと仲直りだった。誤解？知らないけど、きっと極太郎くんもその誤解を解いて仲直りがしたくて。じゃあ、
その揚げ物は Tennouji Kotaroo のもの。こんな不潔男の不潔なおかずなど興味ない。そんなの、小太郎くん、わざわざ委員長のため、私の、小太郎くん、これのために委員長と仲直り。そうなの、それは本当か。皿を舐めたのはね、付着物の特定が必要。うわあ！死ね死ね死ね！変態変態！けだものけだもの！この場で死んで苗床になって二酸化炭素の分。お前が全てを水に流したいと言う、全部水に流すから、今後はもう気持ち悪いことは絶対。な、何に惚れた。このままではクラスのみんなに お前とのいざこざはこれまでにしよう。それでお前、教室に戻ったら元通りの普通のちょっかい出すとか、そういうのはもうな。なんだと？くるる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 汚してしまい。そういうわけじゃ、洗わせてくれ。明日には必ず返す。する前に、その、さっきはその、お前のおかずのこと、お前が仲直りのためにわざわざ、そういうわけには。教室に戻ったらありがたくない。私が好むものに違い。ありがとう。その謝罪と感謝が。無事に誤解は解けたかね。神戸さん、いろいろ天王寺に対する誤解は解けた。うん、よかった。怪しいコンビニに寄り道した甲斐があったね。仲直りの印に小太郎くんも委員長のおかず一つもらったら、交換した方がより仲な。すまないが、それは許してほしい。
別の機会に別の形でご馳走するから、どうか今日は許してほしい。ありがとう。天王寺のこの揚げ物、ありがたく頂戴する。これは変わった揚げ物だな。ハラペーニョポッパー、ハラペーニョの揚げ物にコタロウくん。女王？な、天王寺がわざわざ私のためによ吐き出すなんて失礼は。ハラペーニョだけあって確かに辛かったが美味しかったぞ。ありがとう天王寺。よかったね。次は理科室だぞ。奥。じゃあ私は先に。ダメ。でどこに？保健室？頑丈だね。暇？ちょっと確認させて。天王寺くんって割と誰とでも話せる人だけど、本当に親しいお友達って神戸小鳥さんしかいなくて、そのことをコンプレックスに思ってクラスメイトの吉野くんなどに声かけてるけど嫌われちゃってるのよね。うわ、メモが濡れる。無理、気がつくと調べてる。でも
りない。もっと調べられる。本気を出せば、いつになったら私は本気を出せる。裏口、あ、待って、オカルト研究会に入ったって。いくらだって調べられる。調べるもの、たとえ神だって調べてみせる。そんなことしない。盗聴機器なんて使ってないから。絶対、ほんとほんと、うん、そう。ねえ、オカルト研究会って変転の激しい部よね。学園の魔女あったんでしょ。そうみたいね。学園の魔女、準備なしで挑むには危険すぎるもの。向こうだって天王寺君風情に自分の情報なんて与えないだろうし。どんくらいなのよ。ペット一家と。ま、そんなところよね。最後に一つだけ。ライバル、風祭りの謎に迫るんでしょ。なら、こっちとネタも被るってことだから、調査する者同士、正々堂々と相手を出し抜いていきましょう。新生おかけんさんの活躍、楽しみにしてるってことで。じゃあね。のう、サイン会やるの。ファンが武道館で待ってるの。ファンのことは裏切れない。まだ売れてない時期から支えてくれたの。幽霊騒ぎはどうなったの？サブロ？してんの？ぶっ飛び。おお、どんな人だった？え？おお。誰？交際相手なの？違います。意見の相違があるよね。なら、付き合ってはいないということ。そうです。見事に反対ね。つまり、お友達なのかしら。神戸小鳥です。はじめまして、こんにちは。千里茜よ。よろしくお願いします。天王寺、知人とはいえ、部外者を連れてきた理由を聞かせてもらおうかしら。困ったことを言い出したわね。どういうこと？そうなの？どうして？小太郎くんがどうしておかけに入る必要があるの？よくあるんか。部活として？私の胸を触る話は説明しないの？胸？
変わるの？そうだったの？そんなのでいいの？どっち？コタロウくんが壊れた！都合が悪すぎたのね。そんなエロい約束を。証明できたら付き合うとも言ってなかった？なんで幽霊退治をお願いしに行ってそういうことになってるのかね。その場合でも実際に部活するメリットはないんでしょ。けど人を利用しようというその悪い世の。それはなかなかに魅力的な手。あの会長さんってえ？でもいいんじゃない？他のシャンとした部活よりコタロウくんには合ってると思う。少なくとも体育会系ではないわね。いいよ、手伝っても。その子がここで得た情報を外部に漏らさないとも限らないわね。よろしくお願いします。お茶入ったよ。会長さんもどうぞ。ええ。どうしたの？あのお茶どうでしょう？結構よ。そうですか。調べるっていうのはどんなことするの？そもそも超常現象ってどん？結構節操がないものなんだね。そうかもね。あるわよ。隅に寄せてある段ボール全部当時の資料だわ。あと本棚にあるのも旧おかけの書物ね。構わないわ。あまり散らかさないように。意外とおもろい。すごいよ、おかけん。昭和から続いてる。その髪、下手したらお前たちより年上の可能性があるわよ。おお、すごい。まだ一つ目の半分にも行ってない。
昔の解放とかペーパーとかが面白くて。全然オカルトの話してなかったよね。そうかな。楽しそうなのが伝わってきていいのに。思い出だから、苦労して作って読む者がいればいいけれどね。それでもいいんです、私が気になるので。そう、楽しい。話だ。何気にコピーミスのゴミとかもすごく多いんだよね。混乱しちゃうさ。でもどうして昭和からオカケンがあるんだろうね。この頃って風祭り学院ってあったの？なかったわね。風祭り学院の前身はとある女子校よ。歴史はあってもパッとしない学校だったそうよ。共学になってカリキュラムや組織体制も再編され、校舎も新しくなって今の風祭り学院になった。その際オカルト研究会も一緒に受け継がれてきたと思われる。それで徹底して女の子乗りなんですね、当時の解放やらは。おっと、またね、ルパン。なぬ、あと3年待ってもらおうか。ボンキュッボン。私
そろそろレコーディングに行ってこなきゃ。にゃ、音取り。おトイレ。どこで？おトイレと。ガフじゃおー。部活用のブログスペースのこと？あれは同好会までにしか与えられないものよ。少しお待ちなさい。提供者としてはきちんとしたプランを伺いたいものだけど、なんとなく。まあいいわ。そこに予備のノートパソコンがあるから自由にお使いなさい。ネットにはワイヤレスでつながるから、 ID とパスはメールで送られているはずよ。どんな有望な情報を得られるか、お手並み拝見といったところね。ボイストレーニングの成果がバッチリ出たよ。ディレクターなんか興奮しちゃってカーディガン首にかける本気モードになってたし。で、何してんの？おーい、パンチキン。今のパンチでだいたい実力の 20% 程度だ。次は 50% でいくかもだ。そんなことないでしょう。バカな 50% でこれほどの破壊力がって思った？おお。それウェブサイト？ああ、雰囲気出てるだね。読みにくいかも。黒バッグに赤字だからかな。目がチカチカすると背景は白がいくな。じゃあ文章を少なくするか、
文字サイズを大きくする。あと全体的にごちゃっとしてる。もちっと見やすくした方がいいかも。だからね、ここと、うん、立派なブログだ。どこんちアップロードしたいな。どんな内容にするのかは、ブログなんだし気楽に書いたら。どうしたのさ、男は度胸。とりあえず書いちゃえばいいさ。それじゃあいつまで経ってもブログ始まらないと思う。細かく更新しないといけないし、最初からためらってちゃいけないよ。しない、もじもじしない、うじもじしない。おかき、お揚げ、それでいいんだよ。ブログなんだから。どれ読んで。ブログ、これはちょっとすっごく楽しいね。勝てる勝てる、もうこの時点で勝ち終わってるよ。自信を持つのはいいことさ。小太郎くんの文才に小鳥さんびっくりだよ。あまり家に帰ってこない小太郎くんのご両親も会社でエクセレントって叫んでゴーゴー踊ってるよ。うん、キー早すぎ、うん、そんなにすごい出来だというの？そこまでの文才が。吐き気がしてね。数年後に読み返して恥ずかしさのあまり自殺したくなればいい。私もやろう。うん、ゆっくり遊ぶ。